どうも。今回は久々にゴミを買ってしまった。個人的にはこんなん、詐欺レベルだろう商品です。今何を、しているかというと、ボックスローダーに無理やり入れた遊戯王の、ボックスが取れなくなって焦ってます。マジで金返せ。入れたら取り出せなくなるぐらいキツキツ。なので壊して取り出します。しかもこのボックスシュリンク付き。破れたら価値がなくなるがや。なんでこんなものに無理やり入れたのかは謎ですが、入れるときもシュリンクが破れないようカードを挟んで入れました。それでローダーが壊れました。買ったものはトレカボックス、マグネット保管ケース、広告には遊戯王のボックスが使われています。内寸14センチ、14センチ、3.7 センチ。収納するボックスのサイズをご確認の上買い求めください。測ったら14センチぐらい。まあ入るんだろう。これが甘かったです。レギュラーサイズのボックスをシュリンクをつけた状態でも収納することができます。シュリンクが破れないとは書いていない。こんなん絶対入ると思って、買うやん。しかも3500円で、一番安かったので買いました。作りもそこまで良いとは言えない。安物の買いの銭失いですね。この通常のボックスを保護したかったのですが、なかなか届かない。全部で8箱あります。これをすべてローダーに入れて、保管していきたいと思います。その間に小さいローダーも、買いました。そっちが先に届いたので開封していきます。箱が届いたのですが潰れてました。ローダーが傷ついていたらクレーム入れてやろうと、思います。この時点でやっぱり高級品は、違います。黒い箱に入れられています。このローダー小さいくせに5000円ぐらいしました。安い3500円の、ボックスローダーとは比べ物にならないですね。箱の中も梱包されてます。持った感じから違う。重量があり高級なのが、わかりますね。アクリルモデラ分厚い。ローダーからして高級感がありますね。5000円出した甲斐があります。3500円のはマジでなんなん。天板が磁石になっていて、蓋になっています。磁石も結構強力なのでずれる心配もなさそうです。中に入れるボックスは遊戯王。20th Anniversary Legend コレクション。一箱だけシュリンク付きで保管しておいたんですよね。今の価値は結構上がっていると思います。さすが高級なローダー。ボックスを中に入れると一段と高級感が上がりますね。飾っておくだけでもかっこよくなります。UV カットがついているので、観賞用で保管しても、日焼けが軽減されて色落ちがしにくくなるのもありがたいです。ローダーに入れるとこんな感じ。プレミアムパック2019はサイズが、少し小さいですが、ローダーに入れてもあまり違和感は、ない。この状態で飾っておきます。やっとボックスローダーが届きました。1週間ぐらいかかったかな。今回は Amazon で購入しました。楽天より Amazon の方が、安い。基本楽天でいつも買うんですが、数があると損した気分になるので、今回は Amazon。でこの箱の開け方。ここからテープ開封してください。と書いてあります。ここから開ければ良いのかな？残念ながら私はこの箱の開け方を知りません。こんな箱で届いたのが今回が初めてです。万能ナイフ。カッターで開けます。今回は3個買いました。前回のものでビビったんじゃなく、1回で3個までしか買えませんでした。とりあえずこれが良かったらまた買っていきます。箱を開けてと思ったんですが、ローダーを見てみると全然作りが違うのがわかりました。今回のはアクリルも分厚く、重量感もあります。とりあえず一つを開封してみます。これもほぼフィルムを剥がしていきます。フィルムを剥がしても安物みたいに、粉とか汚れはありません。接着面も綺麗です。全然アクリルの厚さも違います。アクリルが分厚いだけでこんなにも、印象が違います。
このローダーに入れるボックスは遊戯王。サイバネティック、ホライズン。フエンティスので初めの、最初のボックスです。安いボックスに入れた時はシュリンクが、破れるかと思いました。とりあえずはセーフです。一応破れてそうなところは、ありませんね。日販のボックスの価値は約1万5、6000円ぐらいでしょうか。ローダーに入れました。こんな感じです。これを並べて飾ってあったらかっこよくなりそうです。安いローダーより内径が、余裕を持たせた作りになっています。普通は余裕を持たせて作りますよね。なんかムカついてきたので返品してやろうと、思います。ハーフサイズのボックスローダーと、飾ってあっても違和感がないぐらいの、ローダーです。アクリルの厚さも一緒ぐらいですね。マジなんなん。あのクッソ安いローダー。アクリルもペラペラで接着剤が、汚い。しかもギチギチ。詐欺レベルだわー。ちょっと見にくいかと思いますが、ローダーの蓋のところがテーパーになっていて、結構凝った作りになっています。気に入ったので開封してボックスを、入れていきますね。やっぱりね、いいやつは、いい。見た目もかっこいいし。ちょっとフィルムを剥がすのが、面倒だけどね。調べるといろんなボックスローダーがあります。てかこのボックスローダー3200円ぐらいでした。ぼったくりボックスより安い。楽天が高すぎ。買い物マラソンとやらにうまく、乗せられました。ネットの買い物は怖いですね。やはり現物が見れないのは、残念。これが3200円で、ぼったくりが3500円です。これは俺が悪いかな？多分俺が悪いですね。もっといろいろ調べるべきでしたね。フィルム剥がすのに少し手こずりました。動画ではシャッシャと剥がしてるんですが、実際は剥がすのに5分ぐらいかかってます。やっと一つ剥がし終わりました。剥がし終わりました。次に入れるボックスはソウルフュージョン。2番目に発売されたプエンティスシークレットが入っているボックスです。この2つはめっちゃ買ったなのでカードがめちゃあります。プエンティスシークレット以外のレアがほぼ3枚ずつぐらいあるんじゃないかぐらい買いました。ボックスの横のシュリンクの塊が引っかかります。これは手で押してあげると綺麗に入ります。無理やり押し込むと破れる可能性があるので慎重に入れてあげます。次はサベージストライク。これもまあまあ買ったと思います。これらの開封を久々にいや、20年ぶりぐらいに買ったので、懐かしくてトレカファイルまで買ってしまった。ここが引っかかるんですね。軽く押してあげるとローダーに入ります。こうやってローダーに入れるとかっこいいですね。あと5箱あるのでまたローダーを買わないといけないです。このローダーの詳細は概要欄に貼れたら貼っておきます。欲しい人は買ってみてください。ボックスの価値が上がります。かっこよく飾れます。いかがでしょうか？このボックスのコレクション、かっこよくなりましたね。ローダーに入れるだけでかっこよく飾れる。コレクターにはおすすめです。遊戯王はプエンティスしか買ってないですが、また良さそうなレアがあれば遊戯王買ってみたいですね。25周年もこういうボックスが出るんでしょうか？買場セットが25周年なのかな？去年予約したんですが、いつ届くんでしょう？です。チャンネル登録よろしくお願いします。